サム、上からの眺めはどうですか？スコブル最高です。スコブル最高ですか？高どう？うん、眺めいいです。眺めいいです。気持ちいい。学校作ってちょうだい。最高の屋根の骨組み作りますよ。お願いします。うわ、地図記者されたい。サム、学校建設順調？はい、楽しい楽しい。ちょっとは痩せましたか？ちょっとね。ちょっとね。はい、ちょっと痩せたよ。ちょっと痩せたね。すごいね。投げるの上手い。よいしょ。サムも投げるの上手だよ。お、レンガティーチャー、調子はどうですか？まだ何も始まってません。まだですか？じゃあ学校建設楽しみですか？はい、楽しみです。でも難しいです。難しい、大丈夫、はい、簡単だよ。そうだよ、慣れるまでだよ。ユノが優しく教えてくれるからね。はい、今から髪の毛引きずり回して教えます。はーい。おくん、チランチラン、かなり持ってるけど。黒、レンガ積みどうですか？ずれたりして大変です。頑張ってね。七日どう？レンガ慣れた？師匠に教えてもらいました。おお、頑張ってね。エリカ、レンガ積みどう？オッケーでーす。周り楽しい？はい、楽しい。楽しいでーす。現場楽しい。やっぱレンガルーターバーチャーでいくパッドパッドリカーやっぱりレンガルーターバーチャーみなさん、こんにちは。明田圭介です。私は今、カンボジアにあるプレイキション村に来ております。ご覧ください。私たちはここ、プレイキション村で小学校を建設しております。さあ、足を踏み入れてみましょう。こちらがハチドリスクールの校門です。そして奥に見えるのが、真ん中に立っているのがポールです。カンボジアではあそこに国の国旗を掲げるのが主流となっております。それではこちらに来てください。見てください、子供たちが校庭の土を鳴らしています。
雨季になるとこの辺は水浸しになってしまうので、こうやって土を入れて土を慣らすことによって土が流れないように工程を作っております。それではこちらに来てください。ちょっと軽く聞いてみましょう。ここにいるお兄さんいるか。どちらからいらっしゃったんですか。カンボジアです。この辺に住んでいらっしゃるんですか。そうですね。じゃあこちらの言葉も喋れるんですか。少しは喋れると思います。ちょっとこちらの方、カンボジアの言葉喋れるということなので、子供たちにちょっとインタビューしてみたいと思います。何て聞いたんですか。学校ができるのは楽しみですかと聞きました。そしたら楽しみですと答えてます。他には何ですか。他には、うん、みんな学校ができるのが楽しみで校庭を鳴らしているそうです。さあ続いてこちら見てください。これはすみません、これは何ですか。これは井戸です。井戸、はい、これはどうやって使うんですか。こう、はい、回すとどう回すと、まさか、あれ回すとどうなるんですか。水が出ます。水が出ました。ありがとうございます。ね、2ヶ月前から掘り進めた井戸がここまで形になりましたね。さあこちら見てください。子供たちが使う机にヤスリをかけています。それではこちらのお姉さんにインタビューしてみたいと思います。お姉さん、はい、お姉さん日本のどちらから。福岡から来ました。福岡から。どうして建設に携わってるのか。東南アジアを周遊しようと思ってカンボジアに入っていた時に、ハチドリのプロジェクトをやってる皆さんと出会って、1日2日ぐらいの体験するぐらいの距離が、この町とハチドリのみんなが大好きになって、最後まで飾ろうと一回日本に帰ったんですけど戻ってきました。ありがとうございます。はい、さあ次行きましょう。おっとこちらでは先ほどまでヤスリをかけていたんですが、こちらではニスを塗っているみたいですね。塗りすぎた。見てください、ニスを塗ることによって机により光が出ますね。これカメラで撮れますかね。それではこちらにいる方にインタビューしてみたいと思います。はい、日本のどちらからですか。沖縄です。沖縄から、はい、どうしてこのプロジェクトに参加されてるんですか。カンボジア来た時にそこにあったからです。そこにあったからということは、もともとこのために来たわけではなく旅をされていたんですか。旅をしていて来ましたね。あ、すごいですね。このハチドリプロジェクトは旅人やいろんな人が巻き込んで作っているんですね。次行きましょう。あら、これは、いやいや、これは何だろう。あ、見てください。じゃあお手洗いですね。カンボジアのお手洗いはこうなっているんですね。わかりますかな。これはこちらで用を足した後にこちらに溜まっている水で流すタイプのお手洗いみたいですね。カンボジアの方はこうやってお手洗いをするんですね。さあ続きまして、あら立派な壁画ですね。これは誰が描いたんですか。あ、もしかしてこの壁画のデザインされた方ですか。デザイン描いた人です。描いた人ですか。これは何をイメージして描いてるんですか。何をイメージ、そうですね、笑顔で笑えるようにイメージして描いています。おー、すごいですね。やばい、今日先ほどの時は信頼のことができる。それではこちらですね、エラーを巻き込みました。あら、素敵な音楽が流れていますね。これは天気を塗ってるんですね。そちらの原住民の方、そすだい、
そすだい。そすだい。そすだい。トマベイ。トマサムチュ。サムチュ。日本のどちらからですか？東京からです。東京から。この建設に携わって今どれぐらいなんですか？スリーマンス。スリーマンス。ちなみに今何されてるんですか？電気ですね。電気を。綺麗にしろって。こういうのも全部手作業で一つ一つやってるんですか？そうですね。電気も全部一から、この3回塗ってます。3回も。なんで3回も？下塗り2回、この塗り1回。綺麗に白くなるために。すごいですね。手が凝ってるんですね。手が凝ってます。次行ってみましょう。ちょっと教室の中も覗いてみましょう。教室の中はこうなってるんですね。ちょっとこちらのお姉さんにまたインタビューしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。日本のどちらからですか？愛知県です。愛知県から。今何されてるんですか？今はハチドリスクールの文字を書いています。文字を。はい。どんな感じで書いてます？ちょっとミッションになっていいですか？こんな感じです。あ、なるほど。それがどうなんですか？壁に壁画の下に入ります。壁画の下にこの文字が入るそうです。はい、じゃあその壁画をちょっと見に行ってみましょう。こちらですね。あれ、こちらにももう一人原住民の方がいるみたいなんで聞いてみましょう。シャマイ？シャマイ。サムチュ。サムチュ。日本のどちらからですか？東京です。東京から。今のお気持ちは？感ぬるいです。感ぬるい。はい、それでは、こんにちは。はーい。今何されてるんですか？今ハチドリのロゴマークを書いてます。ハチドリのロゴマーク。はい。どういうロゴなんですか？では皆さんが北海道のゼロン学校の学生さんにお願いして作ってもらったハチドリをテーマにしたロゴマークの一個です。その下に文字が入るわけですね。はい、この下にハチドリマスクールと日本語で入ります。ありがとうございます。はい。なんだこれ。11月の上旬から始まったハチドリプロジェクト、その建設も残り2日となりました。2月3日の完成式、果たして間に合うのでしょうか？今日は2月1日ですね。旅人も現地の人も子どもたちも大工さんもお茶混ぜになって一つの小学校を自分たちは建てています。魅力だけど無力じゃないという力を信じて、自分たちは精一杯カンボジアで汗を流しています。まだ間に合います。よかったら皆さん遊びに来てくれませんか？それではカンボジアから竹田圭介でした。ありがとうございます。どういうこと？何でどういうこと？サムツ今何してんの？今はですね、校舎の床になるための土をひたすら入れてるところですね。おー、さすがサブリーダー。いいこと言ってくれんね。そうですね。サムどう？調子は？おー、もう無言ですね。いつもの通り。いつもの通り。兄ちゃん久しぶりの作業はどうですか？いやー、すごいっすね。何がすごいの？本当にこれはすごいっす。大変だっていうこと？はい、そろそろいいんじゃないの？箱根だって。ありがとう。走るよ、ほら。はい。走るよ。重たい？重たくない。重たくない。重たくないな。重たくないな。よいしょ。お隣の図書室。図書室を作ってる皆さん。図書室なんですね、ここ。ここは図書室ですよ。図書室なんですね、ここは。図書室の床の土を運んでるはずです。はい、ここ図書室行きます。おー、どう？タカ元気？聞いてない。そこそこに。そこそこ。ユースケどう？もう割れた物件、クロちゃん。割れてないじゃん。じゃあ1ヶ月手伝ってくれたラオス君に最後のコメントを。お疲れ様です。また会う日まで。クロ元気？元気です。
ちゃん。悲しいよ、俺はクロちゃんと別れて。はい。教室の床を作っているメンバーでーす。オッケー。どうもー。ミキさん、調子はどうですか。ぼちぼち。ぼちぼち。ぼちぼち、ミキさん。ソッコムどうですか。はい。バイバイ。バイバイ。ソッコム、マイマイに一言。バイバイ。結構人見知りなタイプ。普段はそんなに喋らない。ナビするのは影りのない少年。アイじゃ元気じゃん。あ、あの踊りやった、あの踊り。俺たちそんなことやったんや。何それアホや